皆さんこんにちは。お笑い芸人として初めて M1 グランプリと R1 グランプリの両方を制覇した霜降り明星の粗品。そんな粗品が最近過激な発言で話題になっていますね。今回は粗品の過激な発言について詳しくご紹介していきます。2024年5月28日、粗品が自身の YouTube チャンネル粗品のロケで粗品が粗品の暴露したという動画を投稿しました。自分自身の暴露話をしていくという企画です。この動画で粗品は最近パーソナルジムに通っていることを明かしました。ただし粗品が通っているのは普通のジムではありません。パーソナルトレーナーが自宅に来てマンツーマンで指導してくれる高級なジムだそうです。料金は1時間あたりなんと3万円。それを週に2回も通っていると告白し、周りのスタッフたちを驚かせました。粗品曰く、自宅にはバランスボールやボクシンググローブなども揃えているそうです。ただ粗品はトレーナーに筋肉はつけたくないと伝えているそうで、あくまでもテンポのいい漫才などに生かすための体力アップが目的だと言います。粗品は、正直筋肉筋トレしてる芸人のことめっちゃ言ってるからさ、おもんないとかムキムキでおもろい芸人一人もおらんってよう言ってるね、ほんまにそうやから、それにはなりたくないからと筋トレしている芸人に対して辛辣なコメントをしました。ムキムキの芸人といえばダウンタウンの松本人志さんが思い浮かびますよね。現在は週刊誌との訴訟で芸能活動を休止していますが、松本さんは一日も早く芸能界に戻りたいと願っているそうです。この発言にテレビ関係者は、あれほどの大物ですから訴訟の行方次第では芸能界を再び牛耳る可能性もある中、粗品さんは名指しはせずとも天才と言われる松本さんをおもんないとバカにして喧嘩を打ったも同然です。松本さんと二度と共演しないとしても、相方の浜田雅功さんは現在もバリバリ活躍しているわけで、相当自分に自信を持っている証拠ですねと話しています。確かに粗品は松本さんとは二度と共演しないかもしれませんが、相方の浜田雅功さんとはまだまだ共演の可能性がありますよね。それにもかかわらずこのようなコメントをすることはかなり大胆な行動といえます。さらに粗品は自分が予約した吉本興業の会議室を予約もせずに勝手に使用していた先輩芸人にキレたエピソードも明かしました。また2024年4月12日放送の酒のつまみになる話では、 YouTuber おもんないっすよねと切り出し、続けて宮迫ひろゆきとかと呼び捨てにしてバッサリと切り捨てていました。スタジオには元相方の蛍原徹さんもいましたが、それでもお構いなしに、先輩じゃないんで、もうあいつ辞めたんやから先輩ちゃう、あんなもんおもろかったらいいですけどと厳しいコメント。後日宮迫さんは自身の YouTube チャンネルでコント的に切れる雰囲気を演じましたが、最後にはコラボしましょうよ粗品くんと歩み寄りました。しかし粗品はそれに対して、なんで行くねん、あっちは素人さんやから一緒にやるのは良くないとバカにするような発言をしていました。粗品の話を聞いていると、後輩に対してはあまり怒らないものの、先輩芸人に対しては容赦なく噛みついているようです。確かに粗品は実力も兼ね備えた人気芸人です。面白いやつが正義という考えのもと、先輩芸人に次々と噛みついているのかもしれません。一部のファンからは無双状態になっているという声も上がっています。しかしいくら粗品でも多くの先輩芸人から恨みを買えば、共演 NG が増えて活動がしづらくなってしまうのではないでしょうか。そんな粗品さんですが、最近はお笑い芸人だけではなく、アイドルグループのキング&プリンスに対しても辛辣なコメントを連発しています。キンプリといえば2024年5月23日に
永瀬廉さんと高橋海人さんの2人が新会社スタートエンターテイメントを設立し、グループでエージェント契約を結んだことが話題になりましたよね。新会社は2人が共同代表という形を取り、新会社設立後に行った生配信で永瀬さんは、どうもカリスマ社長ですと挨拶、高橋さんは、社長業1日目お願いしますと決意を新たにしていました。スタート社との契約締結は TOKIO 嵐に次いで3組目だそうです。これに対して粗品は2024年5月28日自身の YouTube チャンネルを更新、最近の SNS ニュースを独自視点でぶった切る一人三品の中で、おめでとう、残ってるのは永瀬廉、高橋海人ということで、僕は結構キンプリにはお世話になっててレーベルメイトでもあるんですけどと好意的な反応を見せました。続けて、喜ばしいことですね。いろんな形があります。芸能活動のやり方もね、事務所、会社、個人、フリー、マネジメント契約、いろいろなことが考えられるのですが、いいんじゃないですか。しかもその時を嵐に続いて3組目というのがビッグでね、気持ちもええので、これからも頑張ってくださいと新会社設立を祝福するかのようなコメントをしました。しかし粗品が、このままで終わるはずがありません、突然ただと絶叫し、お前ら節税のために会社作んなやと、新会社設立の裏には節税対策があると断言したのです。粗品は、二人の頑張っていこうという気持ちとか、自分らの作品を世の中にどうやって届けていこうとか考えた時に、これがベストやと思いつきましたとかじゃないですからね、せつぜいと手厳しく批判しました。さらに、ダサいです、多いね、節税のために会社作るやつ、最近儲かってきたのかなと追撃しました。新会社設立会見で永瀬さんが、どうもカリスマ社長ですと挨拶したことに対しても、おもんなさすぎるやろ、お前なんやそれと噛みつきました。粗品のこのような発言に対して、キンプリファンからは反発の声が上がっているようです。粗品は過去に二人体制になったキンプリに対して、誰が見るね、名前も出てこないなどと暴言を吐いていましたからね。粗品の毒舌キャラはお笑い芸人としては武器になるのかもしれません。しかし、あまりに過激な発言が続けば反感を買ってしまう可能性もあります。人気絶頂の今だからこそ、発言には注意が必要なのかもしれませんね。とはいえ、粗品のようなストレートな物言いができる芸人は貴重な存在です。たとえ毒舌でも笑いに消化できるのは、さすがお笑いのプロですよね。これからも粗品には面白い発言を期待したいと思います。ただ先輩芸人や他のアーティストに対しては、もう少し配慮が必要かもしれませんね。共演 NG が増えてしまっては、せっかくの才能が発揮できなくなってしまいますから、バランス感覚を持ちながら、これからも突き進んでいってほしいものです。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。